欲求萌えはありますけど、構ってもらえないっていうのは諦めも結構しっかり早いような気がしますけどね。まだちょっとね、対面してからの時間が経ってないのでなんとも判定はできないですけど、ちょびっと出して、歩かせてるんですけども、はい、まあお散歩はって感じですね。はい、あんたあんだブラッシングしなあかんな、ボロボロや。あー落ち着きがない。右よっきょろっきょろ、左よっきょろっきょろ。引きはねめっちゃありますけど、まああの体重もパワーも知れてるので、はい、片手でひょいひょいひょいみたいな感じで、うんこするかな、うんちかな、うんちっぽい。なんとかね4頭引きになっております。まあ、レンちゃんがいい子に見えますよね。こうやって見るとお前そんないい子じゃないのにね、もうここのゴルちゃん見てるともう本当にいい子に見えちゃう。はい、あで姉ちゃんとこっちは、ロイちゃんでございますね。あの地獄を見るということでね、この間ハクビシン、ハクビシン見つけてもロイヤル引っ張ってもちぎれるかも。はい、ニューフェイス、ニューフェイス。あ、ラスはね否認してないからね、こいつね目ハートのはず。オリバー家と今日は夕方お散歩でございます。元気です、興奮しまくりです。なぜかレンちゃんがすごくいい子に見えるのは気のせいでしょうか。これを機会に、レンちゃんちょっといい子になるタイミングにきっかけになってくれたらなと思いますけどね。土曜日はねオリバー家のお姉ちゃんになってもらってます。これあの落ち着きのない不審者の僕ちゃん。お何しようとしてんねんお前、マウントしようとしてるやろ。おい、そういうのがいけないってんの、いけない。おラスです、ラス、ほらラス、オリちゃん、さくら、さくら、はい、オリちゃん、でかいなお前は一人だけ。ラスちゃん、ラスちゃん大きくなったね。ラスちゃん、お前マズル長いな、コビーと似てるわ。はい、浜松サービスエリアドクラ、まあまた貸し切りですので、ね、やってまいりました。玉がまだねついてるのでね、やっぱりいろんなところに引っ掛けちゃいますね。でもまあ訓活も好きそうなので、そっちの方向に行けば、お散歩は結構楽になるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ちょっとその辺はまだ今日来たばっかりなんでね、なんとも。ようこそ我が家。とりあえずそこで寝なさい。君は過ごす、しばらく過ごすお家だよ。ちょっと明日病院連れて行こうかなと思ったけど、ちょっと難しそうですね。ちょっとおっさんのスケジュールと、ちょっとだいぶ毛が汚いので、おっさんめっちゃ汚れましたからね。病院の先生が汚れちゃったりするんで、ちょっと洗いたいなと思ったりしてます。でなんか物を敷いてあげたいんですけど、ちょっと向こう先方さんに聞いてたら、いろいろ敷くとそれを噛んで、バラバラにしてしたりするみたいなので、ちょっとその辺は、まあ、環境も変わってるので様子を見て、やるなら置くなら敷く。まあ、レンちゃんはダメなんですよね、食べちゃうんでね、冷たいから置いてあげたいんですけど、ちょっとそれもレンも試していきたいなとは思ってはいるんですけど、4時に毛布かけてあげな。
よいしょ。明後日からとんでもない寒気が明後日から来るみたいです。